大丈夫ですかね。はい、くすぐったくないです。結構血流が疲れてるんだと思うんですよね。ちょっと最初の時点でふくらはぎに結構張ってたので、指先も膝周りも結構冷たいです。でもキンキンに冷たいではないので、もっと悪かった時もあるなって感じで、今はまあそこまでじゃないなって感じですけど、なんか死体のように冷たい時もありました、ね、そうなんか足ガッチガチでなんか動きすごい悪い時ありましたね。もう感覚ない人なのかなみたいな。なんか老人形のようだったとか言ってる時がありました。勝負ですか。覚悟はしてたけどやはり痛い。なんかもう結構何しても痛い感じですね。かなり凝りが、はい、強い、かかってますね。言われてみれば最近触ってなかったですね。そうなんですよね。数ヶ月触ってないです。ああ、確かに、なんか足のリフレとかって久しぶりにやりますしね。そうですよね。それよりやっぱり背中とか腰の方が痛いみたいな。ああ、確かに。そういう風にしてましたね。こうしてくすぐったいのは普通ですけど、普通にこう押したり流したりするだけでもくすぐったいって、もうちょっと触るだけでくすぐったいっていうのはやっぱおかしいですよね。どんどん足が遠くになっていく。だから多分段階としてはくすぐったさが減って痛いになって、痛くもくすぐったくもないになるっていうことになると思います。確かに今痛くなってきました。痛い。痛い。はい、足首痛い。結構あれですね、ふくらはぎなんかも乾燥してますね。すねのあたりとかね、粉吹くんですよね。そうなんですよね。なんかクリーム塗ろうと思っても眠くて寝ちゃうんですよ、ね。そうですね。なんか気がつくとなってるんですよね。そう。油断してて、乾燥してるみたいな。あんまり見えないところだから油断してる。そうですね。そう。見えないって結構。そんな生足でしないですもんね。ストッキング履いたり、靴下履いてるから。そうなんです。痛い。これ痛いそうですね、確かに。すごいです。
痛い今くすぐったせる痛みが痛み、はい、出てきましたね。強い、はい、ちょっとしばらく痛いでしょうね、はい、痛い、でもしょうがないです。もうかかとなんかもう全部すごい冷たいし凝ってるし、あ、ね、痛いはずです。もう枕が意味がない。さんが痛がるのが見たいっていう人が結構いますよ。スティックな。そうですね。でもなんか全く痛くなくなる日が来てほしい。余裕しゃくしゃくみたいな。もっとやってみたいな。あ、あの人そうでしたよ。誰だっけな。あの女優さんで、50ぐらいなんですけど、すごい綺麗な人、化粧品ブランドとか立ち上げてる人。知らないですか。それだけじゃ分かんないか。なんか木がつくんですよね。木とわこ、なんとかとわこ。あ、分かんないな。分かんないですか。まあ全然平気なんだ。なんかね、めっちゃなんかいろんなことやってて、酢飲んだり、うん、あの50度の熱湯に入ったり。そうなんです。なんかそうなんです。やけどなんかだからちょっとやけどすることもありますみたいな。でもなんかそのやばだから皆さん真似しないでくださいっつって、私はこれでやってますけどって言って、おかしいんじゃないですか。確かにちょっとおかしいですよね。だからリフレでもすごいなんかでっかい男の人がゴリゴリやっても、うん、うん、まあ大丈夫ですとか言って痛がらないんですよ。すごい、うん、めっちゃ綺麗なんですよ。確かに。お、なんか気持ちよかった。じゃあこっち取ってみます。これは。50歳やわ。そうなんですよ。だからびっくり。スタジオ中がなんか引いてましたもん。みたいな。なんかだからたまになんかもうフラフラになって。倒れ込むことがありますとか言ってましたけど、すごい、なんか漫画の世界じゃねえ、